はいどうも皆さんこんばんは痛くなったらメルセですいやしょうもな 大チャンネルです。えー、ということでですね。まあ、今ちょっと緊急で動画撮ってるんですけれども、えー、本日ね、月曜日の夜7時から放送されておりました、えー、有吉ゼミでですね、はい、え、千葉ロッテマリーンズのピッチャー二人、現在の守護神である増田直也投手と、えー、次世代の守護神候補である横山陸人投手が、えー、二人ね、ご出演されておりましてですね、まあ、その内容というのはね、えー、大食い。 まあ、ギャルソネさんがよく出てるんですけど、まあ今回ね、ギャルソネさんを追撃へみたいな感じで、ギャルソネさんはね、その松田投手と横山投手が出てる時は、まあ出演はなかったんですけれども、その二人がの挑戦シリーズということでね、まあ増田投手としては、前回一緒にね、あの国吉選手と大食い挑戦しましたけれども、まああと少しのところで及ばなかったっていうところで、今回リベンジということで、そして横山投手は初挑戦になりますというね、このまた投手二人で挑戦に行ったわけですね。 まあもっと言うと、まあ、増田直也投手と国吉投手の後に山口選手と茶谷選手なんかもね、この有吉ゼミ出演されておりまして、野球界でまだ一度も完食した人がいないというね、えー、そういう現実が待ち構えておりますと。で、本日ね、挑戦したメニューが、3 2キロ超えの、なんか中華天津班みたいなやつ、えー、増田投手と横山投手、挑戦いたしまして、なんと、なんと、なんと 何このピタリ賞みたいな流れ、うん、ゴチのピタリ賞みたいな流れじゃなくてあのー、2人とも観測いたしましたこれあのー、野球界で初めてこの有吉ゼミの大食い、はい、チャレンジグルメ成功したのが増田投手そして2番目横山投手うろってああこれはもう今シーズンに向けて非常に縁起のいいそして気合が入るそういったチャレンジになったんじゃないでしょうかねはい本当にすごい だってまず第一に3.2キロですよ。3.2キロ。俺こんなにあの小柄ですけど、あの高校時代にめちゃくちゃ食わされてたんですよ。うん。それでも2キロだったんだよ。高校休児時代。 3 2キロよ3 2キロ普通の大食いファイターだとしてもね結構辛いよ3 2キロってそれをねまあ野球選手っていうところで体を大きくしなきゃいけないっていう点でもね食べ癖だったりとかはついてるとは思うんですけど、まあ、増田投手にしても横山投手にしても野球選手の中でも体は大きい方ではないと思うんですよまあ当然一般から見ればね、まあ、筋肉量も多いしガッチリはしてるんですけど野球選手っていうところで見ればそこまで体は大きく はなないと思うんんですけどの感触しちゃったんだなぁ、まあ、僕そのねあのロケをしてる現場にもいなかったですし、まあ、どういう感じだったのかわからないですけどもまあおそらくあの2人のここが全面に現れたんじゃないかなっていうね、えー、そう信じてますはいでねこれすごいいいなぁと思ったのが横山投手が増田投手を尊敬しているっていうところね今日見てねなんか横山投手俺だなって思ったんですよ ま、あの、放送されてたのはさ、その、増田投手のそのね、あの、チャレンジメニューの攻略法みたいなのを、横山投手が、あの、パクって言いましたし、この指定関係みたいな感じでね、あの、増田投手と同じような私服を持っていたりとかして、結構、横山投手、ま、増田投手尊敬してるっていうこともあって、パクってるんですよね。で、先ほどあの、横山投手、なんか僕と似てるなって言ったじゃないですか。もう僕も、ね、パクってるんですよね。 すごいなんかつながりが見えたこの「有吉ゼミ」の今回のオンエアだったなっていう風に感じました。はい そしてね、あの、大食い素人というか、まあ、大食いでもないんですけどね。えー、なんかすごいいい攻略をしてたなーって思うのがね、あの、増田投手なんですけど、後半になるにつれてね、あの、胃袋にもドーンと溜まってきますし、あの、結構きついと思うんですけど、最後あの、咀嚼回数を減らすためにね、こうやって米を、ちょっとなんか水分多めにして飲み込みやすいようにしてるっていうね、そういう工夫をね、増田投手していたんですけど、あれはね、あの、相当な胃袋じゃないとできないことだと僕は思います。な、ま、ん、あ、でかっていうと、やっぱ、 米って汁を吸いますから、それもやっぱ米も膨らむし、あの米と同時に水分も取るようになっちゃうんですよね。はい、それでまた胃袋にドシーンってきますから、まあ、やっぱそこは増田投手のその、まあ、野球界一の大食い、チームで一番の大食いっていうところがね、出たんじゃないかなと思います。はい。あ僕がもしあれを挑戦するのであれば、最初に揚げ物を攻めますね。うん、餃子だったりだとかね。 えちょっと外側まあ、揚げ物って結構ね、あの、顎力を必要とするものが多いですから、まあ、それを最初に仕留めて、まあ、だから結局、 米系は最後になっちゃうんですねだ結構米類とか麺類とかって一長一長短なところがあるんですよね、まあ、最初にしとめちゃえば、まあ、水分あんまり吸わずに余分な水分を取らないようにだったりとかねあの麺だったりとかも最初に麺を食べちゃえばねあのスープに吸われないっていうところもあるんでね。 まあ非常に一丁一端なところはあったんですけれどもね、えー、松田投手、横山投手、見事に完食いたしましたということで、これ野球界、初めての完食ですからね、これはまあ、チバロッテマリーンズファンとしては、まあ、バラエティーですけどもね、え嬉しいニュースにえーなったんじゃないでしょうか。ということで、えこの野球界初めてというものをね、え今シーズンもしかしたら見れるかもしれませんので、えそれを期待して、今後もチバロッテマリーンズ応援していきたいと思います。これからも、モーリンツ、ファイティン横山、増田、おめでとう おめでとうでこのポーズはちょっとおかしいのかな。